皆さん、おはようございます。皇室の話題。どうぞ、よろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。まこさま、子供を妊娠したから結婚します。のりこさまに極秘出国を迫る、NY に行きたい。記事の一部を引用してお伝えします。なんと、衝撃の実態が判明した。まこさまが小室圭さんと交際を開始したばかりの2012年。 マコ様は高窓宮家の長女である祥子様と同じエジンバラ大学へ留学中されていた。その時、マコ様が現地の男性と浮気騒動を起こしていたのだ。それを隠そうと宮内庁をはじめ、皇族も動きを出してごまかしに奔走していた。マコ様つ妊娠し、系の子供ではない。マコ様、頭がおかしくなりそう。 マコ様は生体認証の鍵のついた部屋に黒いカーテンをかけて閉じこもった毎日、空中に目を泳がせながら怪しい呪文を唱えたり、庭の土に何かを埋めて怪しい呪文を唱えたりしているところが目撃されています。宮内朝食員の話によると、マコ様が気が触れたようになったのは、小室さんとの結婚問題が頓挫されているからだと思います。 ご自身で心をコントロールできないようで、毎日部屋の中で、計算、計算、計算やん、となり声を上げています。とのこと。話から推測すると、真子様はかなり錯乱されている様子。最近、チャームポイントであるアヒル口も、痙攣でうまく口角が上がりません。昨年末、更新ヘルペスが悪化し、唇が赤くただれ、 高熱で寝込んだこともありました。子様は、ま子さまの様子を心配して、早く専門家に見せて治療を受けなさいというのですが、ま子さまは病院に行くのを拒んでいます。ま子さま適応障害の疑いか。先日、女優の深田京子さんが適応障害の疑いで芸能活動を休止することを発表しました。 そのニュースを知ったマコ様は、私も不可興みたいに激痩せしたし、適応障害なのかもと、慶子様に相談されました。しかし、慶子様は、マコはもともと頭がおかしいよ。悩んでいるのに、デブデブの三段払って、ありえないじゃん。と笑われる始末。親に結婚を反対されて、ノイローゼやうつになったふりして、道場で許してもらおうと思ってるんでしょ とあっさり、真子様の心配を否定しました。のりこ様に極秘出国を迫る NY に行きたい。のりこ様は、真子様に歩み寄る努力をしています。宮内朝食院によると、真子様のご機嫌をとり、話し合いの席に着かせるため、毎日様々なことが企画しました。真子様の大好きなマグロ解体ショーをしたほか、 国民的アイドルグループ嵐のメンバーをディナーショーに呼ぶ計画もありました。ところが、そんなノリコ様の努力も虚しく、先日マコ様がついに、そんなくだらない機嫌取りはいらないから、さっさと K さんのいるニューヨークには行かせてよ。結婚式を挙げない事実婚でもいいから、早く K さんと夫婦になりたいのよ。なかなか結婚できないのはあんたのせいなのよ。 とすごい行走で、のりこ様を睨んできました。負けず嫌いで、プライドの高いのりこ様は激怒。口悪く罵るまこ様に対して、あ,ああああ。誰に似たのか、バカ女。あいつと付き合って、ますます頭がおかしくなってしまったわ。と椅子を持ち上げて、壁へ投げつけたと言います。まこ様子供を妊娠したから結婚します。まこ様は、 小室さんの子供を妊娠してから記者会見するつもりです。K さんが既成事実を突きつければ、秋篠宮様も国民も認めざるを得ないよ。と言ってるの。私も K さんの意見に賛成だし、子供を作るためにも早くニューヨークへ行きたいのよ。今は少子化だし、できちゃった婚も祝福されると思うの。ママも孫が見れるから嬉しいでしょ。 トクスクス笑いながら話すマコ様。のりこ様は、できちゃったこんだけはしないでちょうだい。秋篠宮家の恥です。と一気にさっきだった顔に変わります。ところが、久人様は、マ、ま、コ姉様のこと、ずっと息遅れで心配してたよ。おめでとう。赤ちゃん楽しみだね。とにっこりしています。突然の、できちゃったこン宣言にのりこ様は怒り狂い。 マコ様の顔に向かって、グラスの水をばしゃり。いつもヒステリーなノリコ様がこれほど取り乱すところは見たことがなく、周りの職員もどのように対処したらいいのか呆然としてしまいました。マコ様が激太りしたとき、ネットの匿名掲示板では、マコ様は妊娠していると噂になりました。 特に妊娠中や出産した女性からは、ま子さまは妊婦の体つきを、あれは授乳中の胸という指摘が多数。女性を中心として、ま子さまの妊娠浜ことしやかに噂されました。ま子さまと小室圭さんの結婚を固く何も進める理由は、すでに子供がいるからなのでしょう。ま子さまはいつ妊娠出産したのか、検証しました。ま子さまはいつ妊娠した マコ様はいつ妊娠したのでしょうか ?2019 年7月、マコ様がペルー訪問した時に妊娠した可能性があります。マコ様は日本人移住から120周年を迎えた南米ペルーやボリビアなどを訪問し、記念式典に出席しました。しかし、今回の公務は記念式典出席だけが目的ではありません。アメリカ西海岸を経由し、 小室圭さんに会うことも今回の公務の目的でした。実際、南米公務先で小室圭さんの目撃情報があり、この時に真子様が妊娠したと考えられます。記事後半で説明しますが、12月のご公務ではポッコリお腹でまるで妊婦のシルエット。お腹がどんどん大きくなる2月と3月、真子様は秋篠宮邸の外での公務なく、 勤務先のインターメディアテクは2月25日から6月30日まで休館。出産時期は2020年3月下旬から4月中旬の期間は、真子様が公務などで外に出ることはありませんでした。そして2020年6月の公準公募20年式年祭では、出産後のペタンコの中で入れ。しかし横から見たまこ様のバストは張りがあって大きいので、 まるで、授乳中のような胸と言われました。この記事皆さんは、どう思われましたかでは、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。小室圭さんと交際中、留学先で現地男性と関係を持った事実を誤魔化すための手法を解説この項目のタイトルの通り、マこ様は2012年の留学中に現地の男性と関係を持ったのであるが、ここの時、マこ様はすでに小室圭さんと交際を始めていた時期であった。 ところが、マコ様は、小室圭さんのことよりも、身近にいる男性と遊ぶ方がお好みだったようで、現地で色々とやらかしている。やらかすと言っても、酔いつぶれる程度のことではない。なんと、妊娠したかも騒動まで起こしていたのである。よって、現地では、マコ様の派手な遊び方が、水面下で噂となり始めていたのだ。このままでは、噂が日本国内にも広がり、騒ぎとなることは必至である。 そこでマコ様やその周辺は留学からの帰国後に、それら現地での遊びを誤魔化すためにいろいろと工夫をされている。それら工夫の数々を以下に紹介しよう。2012年から2013年まで留学、交換留学生していたマコ様ですが、帰国後の学内アンケートに、寮の近くはレイプの被害が多いので、フード付きのパーカーを一着持っていくことをお勧めします。ということを書いていると週刊誌に取り上げさせたのだ。 なぜならば、留学中に妊娠騒動を起こしたことが騒ぎに発展したとき、言い訳ができなければ、皇室としての大名を保てなくなる。よって、実は私、レイプの被害に遭ったのと、被害者の不意をするために先手を打ったのである。本日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。